パテーの戦い、パテーの戦い、バトル・オブ・パテー、1429年6月18日、脇田フランス中部の近郊で行われた百年戦争の主要な戦闘。後世に出たフランス軍によるこの戦いが戦争の流れを変え、野戦で絶対的劣勢だったフランスのこの勝利により、イングランド軍体制の流れを作り出した。また、ランスへの道が開けたことにより、不義の子、 死政治とされていた王太子、シャルル、後のシルル7世の体感を実現し、正当性を知らしめることができる主因となった。ジャンヌ・ダルク率いるフランス軍は、1429年5月に、オルレアン包囲戦に勝利して、イングランド軍の包囲を解いた後も、ロワール川流域で小規模な戦いを展開した、ジャルジョーの戦い、モンイコールシュルイコールロワールの戦い、ボージャンシーの戦い等、 宮廷会議で当初ノルマンディ遠征、ランスダッシュなどが提案されたが、議論の末オルレアンの周り、つまりオルレアンから撤退してロワール川流域に、止まったイングランド軍の総統作戦に決まり、アランソン公、ジャン2世を司令官とする軍が6月9日に、トゥールから出陣した。アランソンコと、親密な関係を築いていたジャンヌとオルレアン、包囲戦の司令官、ジャンドテュノアラも、従軍、 一旦オルレアンに入場し、アンドレド・ラバル兄弟ら参加者や食料、武器など蓄えた上で6月11日にオルレアンを出て、作戦を開始した。6月12日にアラン・ソン・コーとジャンヌの軍がジャル城を占領し、イングランド軍の重要な司令官の一人であるサフォーク博、ウィリアム・ド・ラポールを捕らえた。それを知ったアルティウルド・リッシュモン大元帥はシャルル7世の 宮廷顧問及び王自身から追放同然となっていたが、古外のブリトン人の騎兵2000人と旧兵800人を率いて合流の動きを見せ、アランソンコーラは翌13日にオルレアンへ戻り休憩を取り、14日に出発して、モンイコールシュルイコールロアールを攻撃したが、モン橋を奪い包囲作戦を切り上げ、15日にボージャンシーを包囲した。一方、北からは、 ベットフォード公ジョンが派遣したジョン・ファストルフ率いるイングランドの援軍が接近していた。リッシュモン大元帥はボージャンシーのフランス軍合流を図ったが彼と激しく対立していた。シャルル7世の筆頭自従のジョルジュ・ドラ・トレモイユはこれを知り、リッシュモン軍と対決してでも合流を阻止するように命じた。ジャンヌとアランソン公はこれに従おうとしたが 配下の武将たちのライル、ジャンポトンドザントライユ、デュノアラは、すでに武勇の誉れ高かった、リッシュモン大元帥を迎え入れて合力すべしと、主張した。ジャンルはこれを受け入れ、リッシュモン軍は、ジャンルの指揮下に入り、実質的な指揮を、リッシュモン大元帥が取った。ただし、リッシュモン大元帥はこの戦いの後に、王から、再度追放され、ジャンルとの共同戦線はこれっきりであった。 16日、リッシュモン軍の合流を知ったボージャンシーは、戦意をなくし、降伏した。イングランド軍の指揮官、ジョン・タルボット男爵とファストルフは直ちに反撃に出たが、幼少の門橋を、フランス軍に固められていたために反撃に失敗し、イングランド軍は18日に、北のイルドフランス方面へ撤退を試みた。それに対して、フランス軍は、追跡を行う。 リッシュモンの敗下の武将、ボーマノワールとブルサックに加え、歴戦のザントライユ・トライルが、騎馬部隊を率いて、前衛となり、ジャンルとリッシュモン大元帥が本体となって、後に続いた。一方のイングランド軍は、前衛隊、砲兵隊、市長隊、タルボットとファストルフの主力部隊、伝軍で構成されていた。イングランド軍は、オルレアン解放以来の負け戦を得意の野戦で、 挽回すべく迎撃を行った。タルボットは、パテの町近郊の森と池垣を利用して、陣を張った。すなわち、森に、市長隊や、砲兵隊を隠し陣地を構築、街道の両側に沿った池垣にも旧兵隊を潜ませ、殿軍の本体合流まで持ちこたえるつもりで、フランス軍を待ち構えた。街道の先は谷に入り込んでいたため、伏兵攻撃で混乱したフランス軍は谷へ追い込まれ、 全滅するはずであった。ところが、思わぬアクシデントで、イングランド軍の戦術が台無しになった。準備が整わないうちに、フランス軍の石膏が戦場に到着、付近を偵察していると、森から飛び出した一匹の鹿が走り去り、そこから歓声が上がったため、フランス軍は、伏兵の存在に気づいた。ダイルは、石膏の情報から、 イングランド軍の潜んでいる場所を察知し、当時の常識であった突撃前の人形整列と名乗りを行わずに突撃を開始した。そのために、イングランド軍は得意の長級部隊の準備の隙を、疲れて奇襲の形となった。伝軍はすぐに崩れ、タルボットの部隊は戦場に踏みとどまり、先にいたファストルフは、フランス軍へ反撃すべ自分の部隊を、 前衛隊と合流させようと急いだが、前衛隊はファストルフが退却したと勘違いして、総崩れになってしまった。結果、イングランド軍は回乱状態となり、そこへフランス軍本隊が投入されて、イングランド軍は回送した。タルボットはフランス軍の捕虜となり、ファストルフはわずかな部隊と共に配送した。そのためファストルフはベッドフォード港に、 ガーター勲章を剥奪された。この戦闘は百年戦争の大規模野戦におけるフランス軍の初めての勝利であった。この奇跡とも言える勝利はジャンヌのオルレアン解放やランスへの更新と並ぶ意義を持っており、これ以降の野戦における両軍の勝敗は一変する。パテ以前にフランス軍は野戦では失敗と言っても過言ではなかったが、 これ以後は野戦においてもフランス軍はイングランド軍に勝利を収めることができるようになった。この戦闘を最後に、フランス軍のロワール川流域における軍事行動は終了し、彼らはマルヌ川へ北へと行軍した。その後、フランス軍は7月16日にランスに到達し、17日にランス大聖堂でシャルル7世の大艦は実現されるのである。 しかしながら、ジャンヌは、リッシュモン王軍に止めたがっていたが、彼は、宮廷内の勢力争いの中心であり、再び、国王軍から離れ、ランスでの戴冠式にも参加できないありさまであった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。